どうも皆さん、おはようございます。スターブラスト、そろそろ規制来るんじゃないこれ。リュウです。さあ本日はですね、スターブラストを使ってですね、天才デッキをねまたね、作ってきたんでご紹介していきたいと思います。皆さんは三つ星降格という最強スキルをご存知でしょうか。これね、デュエルリンクス初期環境では本当に強くて、もうマジでやばかったんですよ、このスキル。ガチ強くて、このスキル。環境トップだったんですが、この三つ星降格、今は修正されて、ちょっと若干使いづらくなったんですけれども、このスキルを、本日ね、リメイクしてまいりました。リメイク三つ星降格デッキ。まさかのエレクトロ軍曹とか入ってます、これ。これはふざけました。正直、これはちょっとふざけました。過去の三つ星、リボルバーデッキ入ってたんですよ。で、リボルバーは少し進化しまして、デスペラードリボルバードラゴンと、あと、トゥーリボルバードラゴンっていうのになりましたと。で、これどういう風に回していくかっていうと、三つ星降格っていうのが、今ね、どういうスキルになってるかっていうと、ライフポイントが1000以下の場合だったら、ターン終了時まで手札のモンスターのレベルを3つ下げるよっていう。で、まあ、数がヒューが3がだったらいつでも使えるよみたいな、スキルになってるんですよ。だから、1000以下にしなきゃいけなくて、で、能動的に1000以下にできるカードなんですよね、スターブラストっていうのが。だから、理想ムーブとかは、デスペラードリボルバードラゴンのレベルを3000払って下げながら、次の手札に抱えておく、まあ、リボルバーとか、この生物生害とか、マシナスフォートレスとか、この辺のレベル7のモンスターを、水星降格によって、レベルを3つ下げて、レベル4にして、普通に通常召喚していくっていう、そういうデッキですね。はい。で、何が強いかっていうと、まあ、そもそも、まあ、この、フォートレス、リボルバー、結集っていうコンボは、まあ、強いじゃないですか。もともとね。強かったんですけども、これね、三つ星降格でとかスターブラストで出せる生物生害がすげえ強くて、これ闇属性機械族なんですよ。これだから、これ破壊されたら一応デスペラードとか出せるんですけど、これ召喚に成功するか特殊召喚に成功するとデッキから生物カードっていうのに加えられるんですよ。だからこれ持ってこれるんですよ。これ強いっす。これめっちゃ強い。これが本当に強くて、そのまあスターブラストで、この辺のやつ出して、で手札からこいつ普通に通常召喚してめぐる持ってくるみたいな、これがねすげえ強くて、やっててね。で、闇属性機械族だし、というわけで今日のエースはデスペラードと生物生害、そしてエレクトロ軍曹です。で、エレクトロ軍曹を守るカードがもうほとんど入ってないんで、これはマジでネタなんですけども、そこそこやっぱり強いね。今でもやっぱセットカードを抑えるっていう効果はやっぱ唯一無二だと思うから、まあ、これを守れないんだけども、この防御打がなさすぎてめぐるくらいしかないから、昔はね、ここのねトラップの枠がレアメタルか魔法反射装甲とか銀幕とかだったんですけども、今回はまあちょっと巡るだけにして、展開にね振ってます。というわけで、早速ですね、三つ星リメイクデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、過去の栄光よ再び、三つ星降格とかいう最強のやばい、ちょっとやばい、スターブラストするしかないか。スターブラストしていこう。スターブラストして3000のライフを払って、まあこれ2000で一応出せるんですけど、これ3000払っておくことによって、次トップで引いたレベル7モンスターを三つ星降格で出していくっていうことができるんで、初手とりあえずノーシスターブラストは3000払っていいっていう話なんですよね。はいはい。で、青木の剣士、ああ強いな、それ強いわ。白木エリューか、しょうがないか。デスペラードリボルバードラゴン先生の効果を信じるしかない。デスペラードリボルバードラゴン先生の効果を信じるしかなくて、で、ですね、これ、青眼モンスター2体出てくることが確定したので、あとはちょっとめんどくさい、この白木レイル2体とか入ったのよね、まずは。エンドフェイズ、で、太鼓の白石の効果によって、まあ、この青眼1体くらいで、俺が、あ、オッケー、危ない。オッケー、1枚生き残ったのでかい。で、デスペラードリボルバードラゴン来ちゃった。デスペラードリボルバードラゴンちゃったら、これ出せないから、これ出せないので、で、バトルフェイズ入るしかないですね。で、バトルフェイズ入って、あー、なるほど。サンダーブレイク。はい。メインフェイズ塗ってくれるんだ。で、デスペラードリボルバードラゴンのモンスター効果を発動。さらにそれに効果に遅延して、デスペラードリボルバードラゴンの効果を発動。フィールドの闇属性機械族モンスターが、破壊された場合、自身を特殊召喚できる。さらに、トゥーンリボルバードラゴンを持ってくるに加える。そしてメインフェーズはもちろん続けるよ。なぜかメインフェーズに打ってくれたからな。いけ、スキル発動。あ、でもそっか、バトルフェーズ入ったら破壊されるのか。トゥーンリボルバードラゴンを召喚し、トゥーンリボルバードラゴンのモンスター効果を発動。
いや、そのセットカード破壊していけ、グオーバカタレ、バカタレがバトルフェイス、デスペラードリボルバードラゴンのモンスター効果を発動、はっ、よーし、確率は収束するんだよ、会話いいか、確率は収束するんだ、最強だった。ターン終了するしかないか、これ2体殴れねえかな、これまあ結集あるんで一応出せるんですけど、まあ、これね、なんだかんだこのフォートレス出せるのももちろん強いんだけど、一番はやっぱりね、あの生害、生物生害っていうね、あれ出せるのめちゃくちゃ強い、あのあれでスキルで、で太鼓の白石で生眼を回収していく、はいはいはい、いいですよいいですよいいですよ、今のところトゥーニブロードロゴ全く仕事しないですけどもいいですよ。さあこの最強スキル三つ星降格、皆様ご存知でしょうか、おそらくご存知ない、あ、サンダーブレイクめんどくさい、おそらく皆様ご存知ない方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。オッケー、それを破壊されないいだろう、戻ってこれるからな俺様のモンスターはセットがいいだろう、チェーン見とこう、一応砂時計チェッキング、エレクトロ軍曹、エレクトロ軍曹強すぎ、エレクトロ軍曹召喚、エレクトロ軍曹のモンスター召喚を発動、あのセットカードを抑えに行く、さあそのセットカードを抑えに行く今このカード使っても多分俺くらいなんだろうな世の中で、行くぜバトルベイズ、いけ、トゥーリボルバトルコンでダイレクトアタック、俺のバトルフェイズはまだ終了していないぜ、墓地より蘇れデスペラードリボルバードラゴン、強すぎる強すぎ問題、何が強いってさ、やっぱ濃い表出せる俺のねギャンブル力、さあお相手の方石津イシュタール選手よろしくお願いします、デュエル3倍、なるほど1回エレクトロ軍曹か、これは初手エレクトロ軍曹か、意味わかんないとしてるけど、セットセットエンドですね、この場合結集あるんで一応出せますから、まあ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 、ちょっと若干ね、そのエレクトロ軍曹の後ろが一切防御ことはないっていうのがそれどうなのかなみたいな話はありますけれども、このデッキだって魔法トラップで防御だっつったら、あのめぐるしかないですからね、昔はですね、ここのイーゾの結集とかめぐるの枠がレアメタルか、魔法反射装甲だったりとか、あと銀幕のミラーボールだったりとかしたんですけど、今ね、エレクトロ軍曹をね、銀幕で守るっていう、その、戦術がすごい強くて、カオスも強いな。それがね、ほんと強かったんだよね。なので、まあ、とりあえずちょっと、マジシャンか、なるほど。あれですね、エレクトロ軍曹は多分死にますね、これ。瞬殺されますね、これ。エレクトロ軍曹瞬殺されていく、これまでいいんじゃない ?900 でしょ、これ出さなくていいんじゃないかな、これ次スターブラストあるし、スターブラストで結集破壊してもらうのが一番いいかな、900は別にいいや、受けよう、でだめぐる、はいはい強いね、なるほど、で1回スターブラスト打ちまして、でスターブラストでいくつ払えばいいんだ、2500か、2000払って言うと意味わかんないから2500、2500払ってか2000か、違うわ、2500だよな、2500払って、レベルを下げますよという効果を使いたい、手札かもしくは、フィールド上のモンスターので、マジシャンカースは、魔法カードもしくはトラップカードの効果が発動するとフィールドのカード1枚を破壊することができるよっていう効果を持ってるんですよ、効果なんでね、別に自分の、永続魔法とかの効果でもいいので、まあ、この間多分動画出してるんじゃないかなと思うんですけど、あいつでもいいんですよね。魔導陣の効果とかでもいいんですけど、とりあえずフィールドのカードを1枚破壊するよっていう効果を持ってるんですよ。だから、おそらくこのセットカード破壊していくんじゃないかなと思うんですが、なんかすげえ考えてんな。セットカード破壊してくれるのがすげえ逆にありがたくて、実は。これで効果を発動してドヤ顔で、ういーって言って破壊してきた、そうなんですよ。これでセットカード破壊でしょ。セットカード破壊していく、で破壊されたので、とりあえずレベルを下げることによって一度この結集が破壊された場合もう一枚同じカードをデッキからセットできるっていう、はい意味なかったね、はい意味なかったねっていう、でトゥーンリボルバードラゴンを召喚し、トゥーンリボルバードラゴンのモンスター効果を発動、しえ
うわらよし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 いいぞ。これがね、あれよ、三つ星広角デッキよ。まだスキル使ってないけど。あ、やばい。なるほど。やりますね。それはやりますね。さあ、バトルフェーズ入った。ダメージステップ。ダメージステップまで自分いいですか。んー、生物を巡る戦い発動。トゥーンにボルバトロゴもゲームが始まり、相手のモンスターの盾を下げる。そして、エンドフェーズにトゥーンにボルバトロゴが戻ってくるぞ。さあ、エンドフェーズ、トゥーンにボルバトロゴが戻ってきた。一度の結集発動。さあ、フィールド上の種族が同じモンスターを墓地より特殊召喚できちゃうんだな。ドロー、つえつえ、スキル発動、三つ星降格、生物生害を普通に召喚して降格そう、生物カードサーチ、強すぎる。なんだこのデッキ、強すぎでは、このデッキ強すぎでは、何でもいいからもう、まあ、一応魔法トラップの方がよかったけど。なるほど、全然こんなのは効果が当たんなくても別にどうでもいい。よっしゃー、つえー皆さん、これがネオニュー三つ星降格デッキの力です。対戦ありがとうございました。さあ、相手の方ペガジェイ、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、いきます。あ、なるほど、まあ、スターブラストか、まあ、スターブラストですね。スターブラスト行く。で、まあ、3000でいいかも。3000いっちゃおう。次の、生害、出されるかもしれないしね。で、生害出して、で、生害は召喚成功時の効果によって、めぐる持ってこれるっていう、これやばいですよね、これ。このコンボめっちゃ強いのよ。ただしよ。次に、三つ星降格をすることによって、もう一回生物をめぐる戦いに持ってこれるからね。これめっちゃ強い。まあ、ちょっと軍曹出すかどうかちょっと怪しいけど、まあ、めぐるが残ってるんだったら出しますけどね。さあ、相手どんなデッキなんでしょうか。なかなかのね、能力持ってるんですよね、この生物生害さん。これ、闇属性、機械属っていうのもめっちゃ強くて、あの、軍曹来た、エロ軍曹出していく。これは俺、一体何時代のデュエル？これ、俺さ、一人だけさ、なんか縄文時代になんかタイムスリップしないこれ。さあ、エレクトロ軍曹で、アイアンセットカード、あ、クリボ呼ぶへ、オッケー。さあ、なんか謎に出していく。謎に出していく。はいはいはい、はい、いいですよ。攻撃表示か、まあ、あまりも刺さってる感じするけど、まあ、ちょっととりあえず殴るか。めぐるあるからなんとかなるかな。コズミックサイクルあったら撃ってると思うんだよね、多分。で、跳ねくり棒で、ダメージ無になるから、一回これで待って、多分ですけど、儀式の使い手かなんかですかね、おそらくですけど、この感じは、うん、ですよね。それは読んでいました。そこまでは読んでいました。これで、メイクルーが一応あるんで、コズミックとか引けてなければなんとかなるんですよね。で、挑戦士の方が OK。挑戦士の方が、なるほど。カオスソルジャーが出てくるやつ、オーバーテクスゴアトロス。はいはいはい。はいはい。それね。そのデッキね。俺も作ったそのデッキ。で、オーバーテクスゴアトロスからの、究極進化薬。はぁ、あ、はぁはぁ、いいね、いいよ。でも、アルコンは出ない。アルティメットコンダクターっていうのは出ないから、で、めぐるがある。3300の前か。1000。これめぐるしかないね。これめぐるしかないわ。ちょっとこれ一回めぐろう。あ、あちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。え？